スタート。あ、これ、今からショートドラマ撮るので、まあメイキングとして回しますので、よろしいでしょうか。ダメです。ダメです。ダメです。お願いいたします。本当に撮るの？もう撮ってます。本当に？はい。最後お家でお侍ちゃん出そうよ。お侍ちゃんキャスティングお願いします。すぐ来るよ。すぐ来るよ。すぐ来るでしょ。シリアスなのとかできないよ。よし。結構。いつも通りのゴージャスさんの役なんで。だからそれ、そういうのできないのよ。いや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 、俳優業がダメだったから俺お笑いやってんだよ。最初のカットのところがゴージャスさん単品なので、知らないの奥のスタジオの話、そして使用禁止になったんだよっていうここを取ります。カット割りでね。そうです。で、まあメインになるのがこの使用禁止になったんだよのドアップです。このさ、バラエティチャンネルのスタッフの中でさ、シリアスな芝居しろって無理よ。携帯で撮るんだ。そうです、今回は全部ペン iPhone で撮ります。 iPhone 撮るんだ、はい、さ、知らないの奥のスタジオの話、使用禁止になったんだよ。ちょっとマリンカさんを脅かす感じで、知らないの、もう一回、はい、大丈夫。知らないの、知らないの、お願いします。おはようございます。ゆきゆきちゃん。あれ、カメラがいた。そうなんだよ。この盗撮だ、盗撮。でも、なんでなんだろうね。いや、ほんとに。そう言ってないけど。やっぱコメディーな人、どう使ってなかったのに。そうなんですか、マリンカさんのセリフからですね。はい、そうなんですかっていう感じで、あとゴージャスさん、近いですと。こうやってちょっと叶えてくださいみたいな感じになってなりつつの、ゆきゅんさんがでもなんでなんだろうね、一度も使ってなかったのに、までの一連の流れになります。はい、変態じゃん。で、そうですね、マリンカさんはゴージャスさんの思い出て演出でやらされてるんですよ。普段からです。笑っちゃうね。目つぶっとくわ。逆にさ、気持ち悪くないって言ったの。そういうね。俺も嫌だよ。俺もこんな間近にマリンカってどうしていいか分かんないでしょ。傷が出ないの。なんでこうやってんだ俺が。よーい、スタート。そうなんですか。ごめんなさい、ごめんなさい、バラエティチャンネルはやっぱこうなっちゃう。なんでこんなこと。そうだよね、疑問持っちゃう。ごめんなさい、なんでこんなことやってんだろう。ごめんなさい、本当にごめんなさい。やばい、テイク2、すいません。目線ずらした。テイク1が大爆笑で。使用禁止になったんだよ。そうなんですか。でも、なんでなんだろうね、一度も使ってなかったのに。ごめん、俺カメラ見てたかもしれない。仕事かよ。急に。そうだ、マリンカ、あの噂聞いた？え、何ですか噂って。知らないの奥のスタジオの話、使用禁止になったんだよ。はい、私もカメラ見たわ。カンペだ。知らないの？知らないの？あ、それです。あ、そうだ。マリンカの噂聞いた？え、何ですか噂って。知らないの？奥のスタジオの話、使用禁止になったんだよ。はい。じゃあ本日は以上ですかね。早い。そうなんですね。ゴージャスさんと。ゆきさんはクランクアップです。あ、もう大変だった。マリンカまだ残ってる。すごい対策に出れて幸せです。今日はこれよく撮っといて。何この斬新プレイステーション。何これ、プレイステーション。フィルターがないときは、ああいう袋があったらこれを使い、すごいな。最初はこの進路をかしこまりました。あ、入るところから、はい、なるほど。今のはちょっと、まあ、流れで文脈で的に、はい、進路カッテージテイク3、よーい、スタート。
はい、カット。監視カメラみたい。いいんじゃないですか。こうなるとちょっと明るくする。ちょっと引こうか。うん、下げていく。今のも目怖いですね。うん。ちょっとドライアイなんで一瞬の一瞬の動向を一瞬の動向を。はい、チェック。カットが細かい。ゲーム実況もこれぐらいカット割りしたら面白くなる。ふざけんじゃねえ。ガチャの時オンリーで声もらいます。すごい。1日で終わるよ。おはようございます。お願いします。高橋奈々さんでよろしくお願いします。こんなです。かわいい。とんでもない。恨みそうな顔。マリンカさん、いや、もう見ないです。もうずっと真正面、真正面、ずっと真正面です。わかりました。レンズがここにあるんで、ここにここ見ないように、この辺ぐらいをちょっと見てもらって。はい。もうちょいこっちから、もうちょいこっちから。もうちょいこっちから。うん、いや、高橋さん髪の毛入っちゃってるから。よーい、スタート。なにこれ。はい、チェック。開けるな。押しつけいじるんですか。5、6パターンぐらい持っといた方が。多分混ぜないとそういう音になんないから、うん、結構ドアップですね。そうです。すごい。口元はいいるね。開けるなよ、開けるなよ、開けるなよ。開けるなよ。あっちに置いてあったんです。ここに抜けてもらう感じで歩いてほしい。初めてこういう役をやらせてもらったんですけど、すごい、もう自分が幽霊さんになった気持ちで。若干ゴミ使いになっちゃって、よろしくお願いします。多分緑になっちゃってるのは若干レボリューション。ありがとうございます。ありがとうございます。通り過ぎたを見たらこうやって合図する。まあでも映っちゃうから映る。じゃあもう通り過ぎるまで遅延にして。ごめんなさい、開けちゃった。開けない。さあ、誰？もう一回行きましょう。ドアに当たっちゃってます。うん、ごめんなさい。いや、大丈夫ですよ。大丈夫。ドアが悪いです。そこにあるドアが悪いです。ということで、ホラーゲーム自体がやっぱりまだちょっと慣れない部分も多い中で、自分が実際にホラーと直面した時のことを考えるのが本当に正直すごく嫌で、なんか緊張感たっぷりの撮影になりました。なのでやっぱり私自身役者としてこうやって新しいことをやらせていただけるのがすごく嬉しかったので、皆さんの応援のおかげでもありますし、こうやってゴージャス動画でやってくださったことに本当に感謝しております。何が大変だったってあれですよ。私実は一番最初に後ろに女の人がいる暗がりのシーンから始まったんですよ。撮影ってこう順序をそのまま行くわけじゃないんですよね。割とクライマックスから今日は撮らせてもらったので、こう気持ちの運び具合が前後しないように気をつけて撮りました。なのでうまい感じにこうなんて言うんですか、階段踏んで降りれたらいいなと。降りちゃダメか。階段踏んでいってここでピークになってたらいいなと思っております。私も完成楽しみです。ぜひ